2019年10月12日、台風19号は強い勢力で静岡県に上陸し、各地に爪痕を残して通り過ぎました。高津区の多摩川沿いの様子です。自分が避難したのが、3時ぐらいなんで、一旦小学校行ったんですけど、満員になっちゃってて、で公民館に、はい、自分のところは玄関まで、でうちから向こうはもう全部床上になっちゃってるんですけど、ここまでひどいのは初めてですね、はい、もうマンションも何もここのところ全部、床上浸水、これだけ高いんで床上浸水ってなかったんですけど、最後見たらここまで来てましたね。避難するとき消防がもう全部こうボートです。そうですね、だからみんなで頑張らないといけないな。30年近くですかね、なかったですね、初めてですね。家族はみんな避難、霞堤っていうんですけど、その昔ね、やっぱり平瀬川と多摩川とがこう交流するところから、でこっち側は氾濫しちゃって、ね、1階部分が完全水没ですよね。救助活動も昨日すごい夜中やってましたね、4時間、5時間やってたんじゃないですか。ちょっとした床下浸水があって、その後10年くらい経ってから床上浸水があって、ひどい台風だっていうのでね、近所の人と誘い合って避難してたんです。6時前にね、早く帰ろうって、で ここに来てびっくりしてね、畳が泳いでるし、ゴミは泳いでるし、もう1階は天井まで届くくらい上がってるっていうし、玄関入れない避難所を開けてもらえるように相談してみようかしらって、よく命が大事だから命を大切にってね、避難するようにって言われるけど、帰ってきた後がね、命は助かったけどどうしようかと思っちゃったりしてね。よくニュースで見てるけど、みんなね乗り越えて頑張ってるんだなと思って、東北でも九州でもね、あれは人事じゃないんだな。被害を受けた方たちにはこれから生活を戻すためのご苦労が残っています。心よりお見舞い申し上げます。